はい、こんにちは。今日は何かを始めなくちゃっていう脅迫観念からいろいろ手をつけてみるけれども結局何一つ大成しませんよっていうのはちょっと残念なお話をしていきます。これ元々の話は親御さんが小学生くらいのお子さんに将来いろんなことができるようになってほしいからとにかく習い事をいっぱい始めさせようというふうにしたのが元ネタになってきます。子供に例えばスイミングとかピアノとかバレエとか、ソロバンとかたくさんの経験をさせたいっていう気持ちは非常にわかるんですけれども果たしてそれが全部できるのかっていう大きな不安っていうのがどうしても飛び交っていきますよね。でこれって社会人でも同じことが言えて収入を増やしたいっていう、例えばゴールがあったとしてじゃあブログを始めてみたりとかそういうセミナーに参加してみたりとか、副業を始めてみたりとか転職で今よりももっといい給料とか待遇をしてくれるところへっていう形で同時に動いてるんですよね。で収入を増やすために生活に何かしらの変化をいろいろ起こそうというふうに思ってるんですけれどもそれ自体は決して悪いっていうことではないんですが新しいことを始める際にはやっぱり注意っていうのも必要で、これはですねピーター・ドラッカーが言っている話なんですけれどもやっぱり成果を上げたいなら集中せよっていうことを言ってるんですよね。冷静に考えてみれば人間って2つのことを同時にするのですらなかなか成果を上げるのってできないじゃないですか。1つのことすらそもそも仕事で結果を残すっていうのって果たして皆さんできてますかっていうところなんですよ。勉強でも1つの成績を残すのに1つの教科で勝負できてますかっていう話なんですよ。1つの教科が100点ずっと取り続けられるんだったら別の教科を移ってもいいかもしれないですけど1つの教科で90点とか80点までしか取れてないのに他の教科に回らに行くっていうのはなかなか難しかったりすると思うんですよね。ノルマ達成とか、試験に合格するっていうのも相当難しい厳しい話になってくる。で人っていうのは今そんな話をしながらもやっぱり自分が思っている以上に高い能力っていうのは確かに持ち合わせていると思うんですよ。ところがそれっていうのは一つのことに集中するからこそ発揮されるっていう話なんですよね。例えば体操選手なんかの筋肉って見た目も含めてですけど男からしたらかなり羨ましい筋肉見た目ですし筋肉だと思うんですよ。ところがあの人たちっていうのは跳馬できます、床できます、鉄棒できます、いろんなですね体操に関する技術だったら圧倒的なんですけどあの人たちの筋肉ってそれ用に鍛え上げられているものだから例えば水泳を泳ごうと思ったらブク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 沈んでってしまうんですよね。なぜかというとために必要な脂肪が足りず筋肉でどんどん体脂肪がないから落ちてしまうと。でもう一つは球まっすぐ投げれないらしいんですよ。自分が思ったコントロールのところに球が投げれなくてあっちゃこっちゃ行ったりとか速い球が投げれなかったりだから水泳はできませんし野球ができないと。でも体操ならできるっていうことなんですよね。元の話に戻っていくと何でもやろうとするとその選んだものでうまくいくかどうかわからないからお子さんに対してはスイミングもさせたいしソロバンもさせたいしバレエもさせたいしピアノもさせたいしってで我々も何が成功大人だったら我々何が成功するかわからないからとりあえずブログやってみてブログ以外の副業を始めてみて僕だったら YouTube やってみてで転職活動もしてみてみたいな感じでいろいろ手を出すんですよ。セミナー行ったりとかですねいろいろ手を出すんですけどでも結局何をやろうとしても結果出ないんですよ。だったら全力を注いでみてそれでいいか悪いかっていうここまでの結果が出たらいいなとかこれだけこれ程度の結果しか出ないんだったらダメだなっていうある程度の白黒をつくまでやってみないと果たしてそれで成功できるかどうかっていう判断ってつけることができないんですよね。なのに我々はとりあえず全部手を出してみてやっておかないと一個のことに集中してやった時にそれが失敗してしまったら怖いからっていう理由でそのリスクヘッジって聞こえはいいかもしれないですけどいろんなことに手を出して結局どれも成功できないままになってしまってうわ全部意味がなかったってなるんですよ。ところがその5つとか6つとか用意した選択肢の中でこれって決めてやってたらそれが成功したかもしれないんですよ。ところがそうはなかなかならないと。じゃあ5つ6つ選択肢を用意して1個1個やっていきますっていうのと5つ6つまとめてやりますってなってトータルの時間かけれるのが同じなんだったとしたら例えばそれぞれ1時間ずつかけれるとか1週間ずつかけれるとかっていうんだったらそれぞれに1時間
1時間とか、1週間っていう風にやっていく方がはるかに効率がいいと。1週間やってダメだったらもう次に移ったらいい、1時間やったらまた次に移ったらいいっていう方法をやればいいのに、まとめてやろうとするから結果が出ないということなんですよね。だって皆さん考えてみたら分かると思うんですけど、国語の勉強をしながら数学の公式を流して、国語の教科書を置いて、社会の教科書を置いて、でモニターには理科の画面を映し出して数学の公式を耳で聞いてて、ありえないじゃないですか。仕事なんかでも営業をやりながら人事のこともやって、でかつですね経理のこともやってっていうことだったらパンクするじゃないですか。それと同じことなんですよね。だから経理の人は経理のスペシャリストになっていきますし、営業なら営業のスペシャリストになっていきますしっていう形で、やっぱり一つのことに集中して、それが資格を作られやってみてダメだった時に初めて移るっていうことをやった方が、はるかに皆さんの経験値とかに、あれば成功成長につながっていきます、つながっていきやすいです。ですからあれこれやらないと一個一個失敗した時に不安だっていう風に、確かに分かるんですけれども、そうじゃなくて、まず一個のことに集中してみて、これがいけるなとかこれがダメだなっていうことが分かった時点で、次に移るかそれを続けるかっていう判断をした方が、はるかに皆さんのための身になっていきます。生活の質も上がりますし、あるいは逆に選択肢を狭められて、これはもう二度とやらなくていいと、じゃあ残った4つをやっていけばいいんだなっていうふうに選択肢を絞ることとかもできますので、そういうようなうまいですね、やり方に少し加工していただければというふうに思います。ということで、何かを始めなきゃという登録管理に駆られている方、あれこれ手をつけるんじゃなくて、まずは一つのことからやっていきましょうと。例えば、ブログ、セミナー、副業、転職活動というのがあるんだったら、今の生活を手っ取り早く変えていくためには、ブログはちょっと時間がかかるなって、セミナーも、自分に合うセミナーがちょっと見つからないなと、副業もやっぱり成果が出るまで時間がかかる。じゃあ、手っ取り早く収入を上げていくためには、転職が大事だって言ったら、転職をやったらいいんですよ。転職活動を始めたらいいと。まあ、そんな感じです。ということで、ちょっとうまい終わり方が見つからなかったので、本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様でした。さあ、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。